97、98、99、100。失礼します。風雅さん、お疲れ様です。アキラ、お疲れ。どうしたの？京子先生から風雅さんが居残りで筋トレしてるって聞いたので気になって来ちゃいました。ああ、今日はいつも行ってるジムが工事で使えないからここでトレーニングしちゃおうと思ってね。あ、そうだ、これから飯行くけど、アキラもどう？え、行きたいです。オーケー、準備するから待ってて。はい。さっきチラッと見ちゃったんですけど、風雅さんって腕立て伏せいつも片手でやってるんですか？まあね、アキラもそのうちできるようになるよ。俺、前に風雅さんから教えてもらった筋トレのメニュー続けてるんです。プロテインもしっかり飲んでます。うん、見たら続いてるんだなってわかるよ。体つき変わってきたよね。え、本当ですか？自分でも結構筋肉ついてきたなと思ってて、こことか。どれどれ。上腕二頭筋は、おお、がっしりしてきたね。腹筋もこの通りです。見違えたね。うん、あとは広背筋ももう少し追い込めるとぐっと見た目が変わると思うよ。あ、バレましたか。背中のトレーニングって家でしっかりやるのが難しくてサボり気味だったんです。これから毎日やります。無理せずにね。それにしても風雅さん、やっぱりトレーニングのすぐ後はいつもより筋肉目立ちますね。かっこいい。パンプアップするからね。ジムに行くともう少し大きくなるんだけど。俺もいつか風雅さんに追いつきます。それならトレーニングだけじゃなくて食事にももっと気を使わないと。プロテインだけじゃダメですか？脂肪を控えめにしてタンパク質を取らないといけないからね。鶏肉なら胸肉とかささみ、牛肉なら赤身。プロテインも時間を決めてこまめに取るんだ。なるほど。母さんに頼んで鶏の胸肉いっぱい買ってきてもらおうかな。まあ焦らずにね。今のアキラならトレーニングをコツコツ続けるだけで結果は出るから。俺もそこまで厳しくやってるわけじゃないしさ。そうなんですか？食事までストイックにしてアキラが体を壊しちゃったら元も子もないでしょ。それにトレーニングを続けてるだけでも十分すごいよ。焦らなくてもアキラのペースで続ければ大丈夫。やっぱり風雅さんかっこいいです。かっこいい大人の男です。何急に改まって。前に万里くんと千尋くんと話したんです。風雅さんってかっこいい大人の男だよねって。いつの間にそんな話を。その時、かっこいい大人の男っていうのは余裕があって周りの人を気遣える優しさがあることなんじゃないかって話になって。それが俺？そうです。俺はまだまだだよ。その話、俺なんかより3人がその結論に至った考え方の方がずっと大人で素敵だと思ったけどな。ありがとうございます。ああ、そうか。最近アキラがかっこよくなったのって筋トレだけじゃなくてその気づきがあったからかな。え、俺はまだまだ全然です。でも実は俺、その話した次の日から自分なりに気遣いするように意識し始めたんです。うん、プロトスターの仕事の時も本番の前に2人に声かけしたり、2人がスムーズにレッスン始められるように先に準備したり。でも結局いつも俺がしたことよりずっとたくさん千尋くんと万里くんが俺のことを助けてくれて。いいメンバーに恵まれたね。でも助けられてばかりじゃかっこよくないです。ねえアキラ、筋トレはやり始めてすぐに結果が出た？いえ、ずっと続けてやっと少しずつって感じです。アキラの目指すかっこよさもそうやって一歩ずつ近づいていくんじゃないかな。あ、そっか。そうですね、俺焦りすぎてました。毎日少しずつ頑張っていつか風雅さんみたいになります。その息だよ。じゃあまずは片手で腕立て伏せできるように特訓かな。できる気がしない。いや、いつかできるようになってみせます。頑張れアキラ。